どうも、こんばんは。マイロー・ティンドル。そうです。ワイクさんですね。ああ、そうだ。どうぞ、中へ。どうも。ちょっと片付けさせてもらうよ。今最新作がようやく一件落着したところなんだ。題名はテニスコート殺人事件。ねえ君、推理小説は崇高な精神のための最高の娯楽だという意見には賛成かね？はい。1930年代、内閣の閣僚がみんな枕元にミステリーを置き、探偵たちがみんな貴族の称号を持っていた黄金時代の話だ。崇高な精神は推理小説作家のための最高の娯楽だ、言った方が正しいかもしれませんね。なるほど。いやでもね、この世知辛い現代においてさえ、私はほとんどの作品の設定を貴族階級に置いてる。そして大勢の読者がそれを楽しんでくれてるようだよ。いや驚きだな、あなたの小説が一度もテレビになってないなんて。テレビ？絶対ごめんだ。でもしょっちゅう犯罪者やってますよ。いや警察が派手なカーチェイスをやって最後に犯人を崖っぷちに追い詰める、あのゾッとするやつのことかい？ええ。いやそれは全く全然私の得意とする分野じゃない。それは推理小説じゃない。そしてもちろんそういうものは崇高な精神が大して興味を持つものじゃない。その通り。おぉマイロ、信頼なるマイロ。そう呼ばせてもらってもいいかな？もちろん。我々は友好的にやらなければならないからね。さあ、裏酒で。もう私は君よりほら一杯余計飲んでるんだぞ。さあその調子。さあ座って。君は私の妻と結婚したいらしいね。この話を持ち出して悪いんだが、マーガリートは今ちょうど何日か留守だ。北の方の親戚の家に泊まりに来た。そうなんですか？うん、そうなんだ。で、まあ、この話をするにはちょうどいい機会だと思って。ええ。で、そうなんだ。ええ、そうです。あ、もちろんお許しいただければですが。いいよ、もちろん。さあ、飲み止め。乾杯。乾杯。